おはようございます。今朝の8時前ですね。ここまたアルベルゲですけれども、今から出発したいと思います。昨日ね、お祭りとかもあって、なんかこうね、あんまり見れない感じのやつ見れてよかったですね。四国の遍路の時もありましたね。どっかのお寺で行ったらですね、お祭りやっててライブやってるみたいなね、なんかそういう普段見れないやつをね、見れたのすごい良かったなと思います。で次はね、ポルトマリンっていうところで、ここも20キロぐらいなんで、全然ゆっくりで、もうあとね5日ぐらいで、サンディエゴ着きます。なんすかね、歩き始めた時は途方もない感じでしたけど、まあこの辺もね、遍路と一緒ですね。なんか全然いつ着くんだろうなとか思ってたんですけど、まあ気がついたらもうね、はい、っていうような感じです。もうこのサリア、ここからですね、だいたい110何キロとかなんですよ。でこのサリアから、出発するよっていう人も結構いるみたいです。100キロ以上歩いたりとか、するとその証明書がもらえるらしいんですよね。その歩いて回ったっていう、だからその時間のない方とかねはここから、始める方が多いので、結構ね、確かにサリアね、すごい巡礼者多いんですよ。で、ここから先ね、巡礼者が急にドバって増えるらしいです。はい、で、っていうのもあるんで、僕はもうサンティアゴまでの宿は全部押さえてます。はい、ここはね、先にやっといた方がいいよってみんな言ってましたね。予約せずに行くと結構人がいるんで、ちょっと面倒なことになるよっていうふうに言ってました。じゃあ向かいたいと思います。はい、こちらのピンクのこの可愛い建物、はい、上にねプリシオンって書いてますけど、これ元刑務所らしいです。で今は年に何回かの、まあ、その例えば作品展とか、なんかその展示とか、なんかそういうことをやってるというのを書いてます。これ、刑務所、ここにね書いてありました。はい、これ刑務所だよっていうね。なんかね、今こんな感じで、はい、すげえおしゃれになってるみたいですけどね。はい、サリアから歩き出して、確かにね、人がすごい増えましたね。今までね、途中は結構一人でねずっと歩いてる感じだったんですけど、どんどん人が集結してきてますね。こうなるとね、そろそろサンティアゴに近いのかなというふうになんかこう感じますね。お今ね、ワンちゃんと一緒に巡礼します。どうしたん？はい、いくつもの小さな町を抜けて、こういった山あいをねずっと歩いてるような感じです。なんか多分原風景みたいな感じなんでしょうね。いい道ですよ。さあ、さっきのカフェでね、お腹いっぱい食べて、お腹いっぱいというかね、むしろ今ちょっと苦しいぐらいですね。結構やっぱ大きかったですね。パンにベーコンだけが挟まってるっていう、もう超シンプルな、ベーコンサンドイッチでしたけど、でもシンプルゆえに美味しかったです。でもう今日からね、山というよりは本当丘ですよね。丘をこう下ったり登ったりみたいな、そんな感じの道をずっと歩いてるような、そんな雰囲気ですね。でポルトマリンね、もう言ってと思います。もうそろそろ、今ねお昼の12時半です。多分あと1時間も着くんじゃないかなというふうには思います。あれポルトマリンかな。向こう側に白い建物ねいっぱい見えますけど、すげえ可愛い車、ものすごい綺麗な景色ですね。いやー、すごい。ではい、こっちねポルトマリンの街です。いやー、綺麗ですね。こっちもね、ほらこんな感じ。いやー、これはすごいわ。はい、ポルトマリン着きました。本当にね、これぐらい人がめちゃくちゃ多いですね。お、綺麗な街ですね、本当。よいしょ。丘の上にある街ですね、これね。よいしょ。さあ、ちょっとアルベルゲ先にね探そうかなと思います。あれ今ちょっとねポルトマリンの街をね散策してるんですけど、なんすかこれ。ものすごい数のベスパ止まってます。なんかツーリングかな、ベスパ同好会みたいな。わすごい。うわベスパばっかり。こんなん見たらちょっとベスパ欲しくなりますね。わあおしゃれですねこれ。いいっすね。ベスパ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 。わあ素晴らしい。いいですね。ほんと綺麗な街っすねこれ。この景色ですよ。これアルベルゲの向かいなんですけどね。これですよ。いやーこれ綺麗だわ。おはようございます。はい、今朝の8時前ぐらいですかね。でちょっとゆっくりめですけれども、今日はですね25キロくらい先のパラスデレイっていう町に向かって歩いていきます。はい、今ね霧の中なのか雲の中なのかわかんないですけど、まあ、結構登ってきてるんですが、まあ、丘越えね、今日も何回か続くのかなと。でもほら巡礼者の方結構多いです、まあ、結構雲というか霧がね、すごいんですぐ見えなくなっちゃうんですけれども、まあ、これだけ巡礼者が多いと、まあ、もう道に迷うことも、まあ、全然ないかなというような感じですね。Oh, take a picture. Take a picture. Yeah. Yeah. Okay. One, two, three. Okay. Thank you. Thank you. Camino. Camino. はい。多分丘の頂上来たと思います。はい、こんな感じね。なんか下の方ねまだ木ありますけど、ここは急に晴れましたね。歩いてる道はねなんかずっと登ったり下ったりみたいな緩やかにね、そんな感じです。まあ先のねなんか高低差見てみると結構グッと上がってるところがあるんで、まあまだ、どっかで登るのかなというような感じはします。まあまあでも、まあ、山というよりその丘ですよね。丘をずっとこう登ったり下ったりみたいな、感じです。でねサリアから始める人も結構いるんですよ。今目の前にもね結構何人もこう映ってますけど、まあ方々が皆さんそうってわけじゃないですけど、とにかく人がすごい多いんですね。でこのサリアから始めた人はね結構大変かもね。まず最初にすごい山登りがありで、そして2日目も丘を登ったり下ったりでね、まあ、100キロの、まあ、短い距離といえば短い距離なんですが、まあ、でもされど100キロだと思います。サリラから出発した人もですね結構苦しんでんじゃないかなと、まあ、逆に僕みたいにサンジャンピエドポーからですねフランスの方から始めた人はもう体出来上がってますからね。もう全然今も全然足痛くないですし、豆も全然できてないんで、なんかすごくいい感じで歩けてるようなそんな状態です。